エイトの曲はね、あれどんな感じだったっけ、レコーディングしたけどそれで歌ってなくて、なんか明るい感じの、さっぱりな さっぱりってなんだろう 明るいこう、可愛らしい感じの曲だった気がする。今度あさってかなとかにそっちの方も振り入れが始まるんですけれども、いやだ焦るよね。だから結構もうコンサートの準備とかがもうどん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 進んでいってるから、そう舞台の本番中とかにも結構 フリーで終わったものの動画がどん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 届くからさ、あちゃーと思って私は今日は夜公演、ハガレン夜公演出てたんだけれど、明日明後日、まあ明後日の夜でも千秋楽迎えるので、昼夜昼夜で明日も行ってきます。そうですね、5月6月とか何してるかわからないけど、まあ、とにかくコンサート終わるまでは本当にめっちゃ忙しいですね。なかなかこう ゆっくりできる時間が欲しいなーって感じ。なんかショールームも久しぶりにやった気がする。大阪でやって以来かな、な気がする。髪乾かさなくちゃ。あとは寝るだけ。でもね、お部屋がすっごく 散らかってるから、ちょっとね、それをちょっと片付けて、もう寝たいと思います。グッズ予約して、何のグッズかな？コンサートのやつかな？ありがとうございます。自宅では久しぶり。そうだね、自宅でやるのは本当に久しぶりな気がする。ああ、私がデザインしたあのあれね。ああ嬉しい、ありがとう、嬉しいです。千秋楽行きます。じゃあ、あさっての夜だね。夜？夕方？ありがとうございます。いやー、もうなんか何も考えずに、寝て、朝、ね、本当にぐうたらぐうたら過ごしておきたいなっていう今の願望。なかなかね、落ち着かないですね。剥がれんあっという間にか、あ、そうなんですか。私は長かったですね。また、あと4もあるのか、大変だなっていう印象。4か、いや、今までで一番多かったのかな、私の中で。どうかな。AKB とかでやってたやつも多分12、3とかだったのかな。やっぱね、稽古期間含めると3ヶ月になっちゃうからね。まあ、準備とか含めたらもっと前から動き出してたやつだったから、これは。ロングラン大変ですね。まあ、とりあえず最後まで無事に、あと、4個あるので頑張ってきます。はい、ありがとうございましたね。明日来てくれるって方はお楽しみにしててください。ではまた、おやすみなさい すごい中途半端になっちゃったけど、またね。 MV 見てね、写真あげてると思います、この後。